はいえー、明日の連絡事項です。皆さん、明日の、お明日お越しになる準備はあーど OK ですかはい。もう、もうついてる人とかいます。えっ、ー、と、明日はですね、えー、袖ヶ浦フォレストレースウェイでミーティングです。ミーティング、ミーティングしましょう。はい。ミーティング、ミーティングだけで来るんで構わないんですよ。別に、あの、なんか、総行会参加し,なくしたりとかしなくても全然いいんですけど。で、えー、っとですね、明日は、 まあ時間的にはあの、ミーティングのですねあのタイムテーブル的には、確かに8時とか9時からとかなってると思うんですけども、もミーティング参加だけっていう人はそんなに早く来る必要ないですからね、そこからあ4時ぐらいまでの間でずっといますんで、そのどこかのタイミングで来てください。で、えー、明日はですは、ね、非常にこう盛りだくさんのゲストがいらっしゃいます。えー、まず、綾瀬がお昼ごろにいらっしゃいますので、えー、CD 手売りします。はい あのサインも書いてくれます、はいえー。で、あとホワイトベース組からまたあ、メガネですね、バイクメガネのグラスアーカーさんがですねメガネ展示に来てくれるのと、あとあのトルパズさん、えー、うちの方にですに、ね、装備提供してくれているトルパズさんですね、えー、がアウトドアグッズを持っていらっしゃいます。はい でもちろん、うちも行くんですけど、いろいろ持っていくんですけども、あのなんとですね、こちらの <laughs> 本の入荷が間に合いました。なので、明日会場に即売できるように、ですねこの本も持ってまいります。でもちろん、私なんかのですね筆跡でよければサイン等ですね、喜んでさせていただきますので、お越しいただければ非常に幸いでございます。はい うんそんな感じかな、えー、袖ヶ浦フォレストレースウェイっていうところなんですけど、まあ、袖ヶ浦っていう,うですねあの千葉の方にあるーサキットのですね、えー、空きスペースを使ってですねやるんですけどもあのー、明日ねあのパンの虎さん来ますからねカレーパン持ってきてくれますよ。 であとは櫛谷カフェさんもいらっしゃいますしあとあの内藤さんのお知り合いで、えー、ケータリングされてる方もいらっしゃるとかで割と賑やかそうであと四メーカーさんがですね新車展示出してくれるっていうのもありますので,で僕はあの途中であのイベント参加とかで、えー、途中ちょっと抜けるんですけどもそれ以外はずっと会場でぺちゃくちゃぺちゃくちゃ喋ってますんで。 えー、ぜひですね、えー、来ていただければ一日ゆっくりできるかなとは思うんですけど、はいえー、とで今回そのイベントのその絶対の概要っていうのがずっとライドさんがずっとですねあの、まあ、もう3回目ぐらいかな、えー、サーキットを使ったああですね、えーまあ、講習等のイベントをやってきてたんですけどもその中にですね えー、ホワイトベースのミーティングというのも入れさせてもらってですねで、えー、飲食店とかも,もうこう誘致してですね、えー、ケータリングしてもらってであの全体を大きなミーティングイベントとしようということで、えー、枠をいただいておりますで今年からそれに伴って名称もですね、えー、ワクワクミーティングというふうに変わってるんですけども、あのー、去年まではですね,、えー、とねサーキットツーリング とかそういうい感じの名前だったんですよだからね、あのー、趣旨は変わんないんですけども、ガチサーキット走る勢が来ちゃったりとかして、なんかね、ちょっと勘違いした人が多かったらしいんですね。で趣旨としては、やっぱあの一般の人をに対して、えー、サーキットを使ってですね、えー、ちょっとしたことをお,お教えしたりとかあ、まああ、詳しくはですね、ホームページ見てもらいたいんですけども、そういう趣旨だったので。 こ今年からそうやって、えー、よりですね、間口の広い形に,に,になって、えー、イベントの名称も変わって、ですね非常にこう良かったかなと思います。で、天気もですね、当初、非常にこう悪天候が予想されていたんですけど、え好、ー、転しましたね。はい、明日は晴れです。晴れの予報になっております。はい、で今日は暑かったですね、ちょっとね、えーまあ、そのぐらい天気が良いので、えー、ぜひですね、えー、皆さん、 お時間作って来ていいただければと思います、まあ、僕、まあ、ギリギリでもいるんですけども、あのパンとかね、えー、カレーとかあー、カレーあるのかなわかんないですけどもあの、そういう飲食物に関してはなくなったら終わりなので、まあ、お昼ごろに来てもらえれば非常に嬉しいですね。はいでえー、入場料が1500円となっております。1500円の中に、ですずっとライトさんの会員さんは1500円分の飲食費が含まれてます。はい あのクーポン出るんで、で、えー、会員さん外は1000円分の飲食のクーポンになりますので、まあ、これを機会にですね、ぜひずっとライドさんの方の、えー、会員にもなっていただければなというふうに思っております。はい。そんな感じですね。えー、まあ、この1、2ヶ月、えー、これにかけて非常にこう神経使って準備をしてまい、えー、りましたので、あのー、まあ、僕らとしてもですね、 あのちょっと勝負に出てるっていう部分もあります。なので、えーまあ多分これと、あとまあ明日の小菅村の大地の恵み祭りに参加してですね、であとはもうこれで、おそらくしばらく今年のイベントミーティングはなしです。はい もしかしたら何かこう突発的に簡単なのをやるかもしれないんですけども、例えばここにいるよとかいきなりですねツイッターで言ったりとかするかもしれないんですけども、会場を突き出して使ってでのーまあミーティングイベント、しかもあの無作為に不特定多数、いくらでも来ていいよっていう、要は申し込み不要のミーティングイベントっていうのは、今年はもうこれが最後です。あとはもうえ春までないかな。一応 まあ招待されればあの顔出すようなイベントっていうのは多分あるとは思うんですけども基本的にはなもう年内はない,ない春までないかなという感じですで、えーまあ、まだ走り納めには早いとは思うんですけども、えー、秋晴れで非常に天気も良さそうなので、えーまあ、3連休ですしね、えー、いいツーリングの機会になりそうだということでございましたらあのぜひ来てください。 はいあのー、やっぱね、飲食系が結構楽しみなんですよ。僕ね、パンの寅さんがあのカレーパンまと持って来てくれるのかと思って、もう今からもう,なもうよだれ垂れちゃって、ダラダラですよね、うん。あと、綾瀬さん、綾瀬さんって言いにくいですよね、綾瀬さん、あや綾瀬さんもあの、このために時間を空けて、えー、ぜひですね、えー、皆さんにこうあの直に CD 販売させてもらいたいということでですね、えー、来てくださいますので、はい。 ぜひ来てもらえれば。であと、あのメガネの方もですね、えー、全モデル見れます。はいあのバイクメガネですね。バイクメガネの方も非常にこう力入れてます。はいあと、まあサバイバルチャンネルの方で、えー、やっても待ってますけどもね、あの刃物刃物系っていうんですかね、あのアウトドアマルチツールっていうのもですねはい出てきますので、ぜひ見ていただければなというふうに思っております。はい えそんなわけで明日は朝早くから行きます。僕はね、会場に8時ぐらいに着くように出ますけども、あのまあ、それはのサーキット走行の車検とか、ミーティング、スタッフミーティングとかがあるんで、その時間なんですけども、えー、大体その会が動き出す開会式っていう、開会が始まるっていうのは11時ぐらいじゃないかなというふうに思いますので、別にそれまでに来てもらっても構わないんですけども、まあ、ミーティングですから、 僕ずっと喋ってるだけですけども、はい、あの、だらだらですね、えー、ゆっくりしていただければ非常にこう幸いでございます。はいというわけで、明日あお越しいただけると嬉しいです。どうぞ、本当によろしくお願いしますお願いします。